スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では広瀬通商さんに口座があると使える、先読みライオンチャート検証ということでお話していきたいと思います。まあブログの方で公開しているものと基本的に内容は同じです。はい、でですね、まあ使い方に関してはこの動画の説明欄に URL もしくは、ブログの方でも書いてるんですけども、まあちょっと後ほど、で1ヶ月ほどですね検証作業を行っているんですけど、本当にね絶好調なんですね。で、まあこの活用方法というのはいろいろあると思うんですけど、私の活用方法を今回お伝えします。週末に、時間軸は日足で、分析します。で、シグナルパネルの総合判断で売りもしくは買いの多いものと、先読みチャート右上のランキング上位のもの、はい、こう2つあるんですね、この機能が。はい、まあこれプラスで考える、まあまあ、プラスといっても、この二つというのは、ほとんど毎回被るので、まあまあ、一緒かなと。はい。で、ちょっとここはブログ記事を切り取ったものなので見づらいかもしれませんけども、2015年8月3週ですね、ユーロ円とユーロドルに多くの買いシグナルが出ていました。はい。で、実際週明けどうなったかと言いますと、まあ、月火はね、ユーロ円ちょっと下げたんですけども、水曜日から大きく上げました。なので、週単位で考えると上昇はしているということですね。はい、まあ、ここはやや的中という感じかなと思うんですけども、ユーロドルの方はですね月火下げて、水木金でドカンと上げてますよね。はい、なので週単位で考えるとこれは大きく、上昇した的中と言ってもいいかなと思います。そしてその次の週2015年8月4週ですね、この週、米ドル円、A ポンド円、豪ドル円、この3つに売りシグナルが多く出ていましたよということをブログで書きました。で、まあ、この週ってどういった週だったのか。そうです。チャイナショックと呼ばれるね、まあ、中国発の株安から始まった円高なんかが、ほんとショックのようにね、避けた週です。もう月曜日から、はい。売りシグナル、的中と言っていい動き、これ米ドル円。そして、豪ドル円。A ポンド円と。はい。まあ、次がね、これ、この動画撮影している、週なんですけども、2015年9月1週、ここがね、すごい。すごいなと思ったんですね。A ポンド円と豪ドル円に売りシグナルが多く出ていました。で、ここ下の方ですね、ちょっと見づらい字が小さいんで分かりにくいかもしれませんけども、日足でではですね、陽線が続いているのに売りシグナルが出ていたんです。まあ、陽線が続いていて買いシグナル、もしくは陰線が続いていて売りシグナル、つまりトレンドに沿ったシグナルが出ているんだったらわかるんですけども、トレンドと違うシグナルが出ていったので、あれって思ったんですよね。で、週明けどうなったかと言いますと、これ。はい。週、先週末、木曜日上げて、そして金曜日も、下髭陽線で終わっているのに、月曜日からドカンと下げた。ね、これ A ポンド円。そして5ドル円も、はい、水、木、金と前の週上げていて、このまま89円台半ば目指すのかなと思っていたら、こちらも月曜日から下げたというね。はい。本当にちょっとね、私の最良の取引の調子が最近悪いんで、ちょっとシグナルで取引しようかなと思ってるんですけども、投資に関する最終決定はね、まあ、ご自身の判断でお願いします。ただ、まあ、参考程度にね、使ってみると面白いのではないかなと思います。無料で使えるものなので。で、こちらを利用するにはですね、広瀬通商さんのリアルの講座が必要となってきます。その広瀬通商さんと私のブログのタイアップキャンペーンというのをやってまして、キャッシュバック2000円が上乗せされるお得なものなので、もし講座をお持ちでない方は、ぜひ、ご覧になってみてください。この動画の解説欄に URL を貼っておきます。ということでね、まあ、今回はこのような内容でしたけども、これ以外にも週末には週末恒例来週の戦略など、FX バイナリーオプション、株など投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして、うざい LINE スタンプ、関西弁の小手川兄さんシリーズ、好評発売中です。そして私のブログはこちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。ブログ上でも検証作業など行っております。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。